こんにちは、東栄新薬の元井明智です。私は今ブラジルにあるキンガーガリクスの露地栽培農場に来ています。そしてこちらが露地栽培されたキンガーガリクスです。私たちはキンガーガリクスの農場の衛生管理の徹底やキンガーガリクスの生産量の調整のために毎年 1、2回ブラジルのキンガーガリクスの農場視察を行っています。ちなみに私自身は8回目のブラジル訪問になります。今日は2020年2月7日ですが、ブラジルは南半球にあるため季節は今真夏になります。以前は真夏や真冬はキンガーガリクスの栽培はできませんでしたけれども、現在キンガーガリクスの農場はサンパロの北東にある標高1300メーターほどのマンチケーラ山地といった山の中にあり、暑さもそこまでではないため夏でもキンガーガリクスの栽培が可能になっています。以前はスコールのような雨から堆肥やキノコを守るために上に藁をかぶせておりましたけれども、最近は堆肥や種菌の成長期間をより長く取ることによって藁をかぶせなくても露地栽培が可能になりました。現在は堆肥の作成からこちらのように大きくなるまで4ヶ月半くらいの時間がかかっています。このように直接太陽の光を浴びることによってより多くの日光を浴び、ビタミン D などより多くの栄養を産生すると考えられております。キンガーガリクスはブラジルの大自然の中、ご覧のように露地栽培された特別なガリクスです。ブラジルの大自然の恵みが詰まったキンガーガリクスをぜひ皆様のご健康にお役立てください。